せーの、5、4、3、2、1、スタートでね。はい、始まりました。あのエールが最終回だったそうで、それにちなんで小島さんはあの今日にしたいということで、私のあの母がね、あの帽子をねやってたんですよ。ただあの母とはね、松本さんもね、あの帽子こうあの作ってる手作りの帽子をね、作ってね、それであの私がこれが一応ね、一応つけてもらって、で、あのニグジア様、あの一応ね、なんかあの通販であの買ってもらったあのものをね、歌ってるやつですね。出世の歌ったんですけどね、うん、おとまるさんってあのほら、日差しの開店までこぎつけたこと自身すごいことですよ。私はね、ラジオポテトでもね、ときめきクローゼットっていう名前の、はい、それは何、あのパソコンで見られるの？見れます、ときめきクローゼットね、はい、ラジオポテト松本恵子のときめきクローゼットっていうのが、ね、硬くなっちゃうのに上手にできてる。ですか、お前ちょっとあれだな。はい、どうぞ。ありがとうございます。ない、だってほらね、一緒についてってやる約束して。今年は夏は大変。いや、北の北側で自宅の駐車場を使って、全然これをだってバックをこっちに移し替えたわけだな。商売機大好きなんてやり、両方とも交流を共感して、で、柿田さんがね、いいグループなんだよね、一つのプロジェクトだよね。
ちょっとじゃないけど。ご商売をされてるってことね。もともと。それは手に乗って始めたんだね。和光市内のこの元々の方がかなり敷居が高いというか、お知り合いになれると思わなかったです。